こんばんは、山城と申します。さあ、ちょっとね、緊急で動画を回しているわけでございますけどね、何があったかというとね、お気づきですかね、もうすでに、事故です、ことが起こった後なんでね、お気づきの方いらっしゃるかな、どうかな、気づいてるかな、というか、まあ、かなり変わってるから気づいてると思うんですけど、メガネが変わりました、というのもですね、なんとですね、うちのメガネがですね、急にパキーンと大破しちゃいまして、ここのところ、フレームがね、完全にね、これ、わかりますかね？フレームがね、これ、ちょっと割れちゃいましてですね、バキーンと。うん。いやー、これはね、ちょっとやばかったですね。仕事中にね、割れちゃって。で、ね、車運転しないといけないんで、メガネないとね、いけませんから、参ったな、どうしようかなってんで、とりあえず養生テープでぐるぐる巻きにして、とりあえず、メガネとしてね、機能できるような状態にしてね、さあ、どうしたものかな、ということでね、まあ、とりあえず、ぐるぐる巻きにして、帰ってきて、で、この日ね、ちょっと仕事が早く終わったんですよね。でね、急いで、とりあえず、車までね、自宅まではね、このぐるぐる、もう、養生テープぐるぐる巻きコースの、メガネで、もう、瀕死というか感じに行っちゃってますけど、とりあえず、家まで帰ってきてね、そこからね、テクテクと歩いて、頑張って歩いて、メガネ屋さんに行ってですね、うん。まあまあまあ、頑張りはね、歩いて行けん距離ではないところなのがね、不幸中の幸いということでね、まあさすがにね、これでね、ちょっとメガネ屋さん行くのはね、ちょっとね、外出で行くにはね、ちょっとさすがにあれかなっていうんでね、ちょっとメガネ屋さんまで頑張って歩いて、なんとかね、ギリギリ、当日中にレンズあるんで度数、対応できるんで、今日中に作れますよってことでね、なんとか次の日の仕事に間に合ってね、おー、焦ったという、一連の事件が起こりました。ってことでね、新しいメガネを買ってみました。まあね、ちょっとね、急場で買った上に、メガネがない、裸眼でね、要は行ってみてるんで、そんなにね、ちゃんと見れてたわけではないんですけど、まあ、なんとかなったかなということでね、まあ、とりあえずこんな感じでね、今後はやっていきたいと思います。あとね、一応日本でなんか半額になるようなね、セールやってたんでね、日本方はね、もうちょっとね、ちょっとフレーム、強化してあるタイプのね、やつも、買ってあるんで、もしかしたらそっちの方がね、画面に映るかもしれない。まあ一応、そっちが仕事用でしてまして、一応 YouTube 用というか、配信とか、ブルーライトカットのやつを入れたんで、これ、ちょっと、反射する、メガネに反射してるやつが、ちょっと色が変わるでしょ。ですね、一応ブルーライトカットのやつで、まあ、これで、デスクワークの時はこれをかけるような感じでやっていこうかなと思っております。というところですね。まあ、ただそれだけです。まあ、近況報告というかね、まあ、今後はね、チャロッとした近況報告とかもね、まあ、入れれたら入れてくっていうのもね、あとはちょっとマイク周りとかもね、ちょっといじってね、ちょっとね、少しでも配信耐えれるようなね、ところで。まぁ、ちょっと今配信の準備やってますね。ジャンダムとかね、あなたりとかをね、やってこうかなっていうのでね。まぁ、ちょっとね、マージャン配信とか、ああいうのとかも、ちょっと一回やってみようかなと思ってね。もう一回ちょっとその準備をしてます。まぁ、ただね、やるとしたらね、これ、夜中の2時とかになる。3時とか4時とかになってくるんで、果たして需要あるかなと思ってたんだけど、最近未来あかりちゃんが引退した兼ね合いで、ちょっと最近、このライブとかね、あたりとかにも手をつけるようになってきたわけですね。で、最近はまあ、すっかりと、スバルちゃんの放送と、だいたいスバルちゃんと、コロナとスバルのと、まあ、ウイマワンで、その前前後から、まあまあ、未来あかりちゃんと、未来あかりちゃんと絡みやったけど、おめし、なんでだろうどこであれやったっけな、まあまあまあ、見てるでしょ、うん、で、いう感じでやってるんですけど、あとは、それで羽生ちゃんとか、あっちの方もね、見始めるようになって、なるほどなぁと、ジャンダマが、これ結構ね、手軽にできていいなっていうところでね、まあ、ただ、メーカーさんがね、まあ私、もともと観光でやってた人間なんでね、メーカーさん的にはね、あまり、知ってる方なら知ってるね。まあまあまあいいか。ジャンダマって名前出してからいいか。まあ、ヨスターさんなんでね、完全にね、カンコレと、敵対関係になる、アズレンとかね、やってたところなんでね、そっちの方に行くのもどうかなと思ってたんで、ちょっと抵抗あったんですけど、まあでも、他に、なんて言うの、手軽になんかできそうにな感じとかなかったのと、まあ、あと、今ね、ちょうどコードギアスの、
なんかキャンペーンやってるって言うんでね、ちょっとそのあたりとかも興味があったんで、ちょっと試しにインストールしてみました。ただね、配信から、どうせならデビュー戦、デビューするところとかを配信でやろうと思ってたんですけど、ちょっとね、スティーム設定とかそのあたりとか、配信画面の設定が今ちょっとうまいことできなくて、普段、まあ一応ね、うちも、ゲーム配信自体は、だから、何年ぶりだ？いつだったっけな？ 2010？ 2014年の8月とかにやってたのかな？ガールフレンドカッコカリのね、配信、ゲーム配信。一応ゲーム配信になるのかな？ガールフレンドカッコカリなんでね。ってことなんで。をやってたんで、9年前。もうそんな前になるの？一応ね、ゲーム配信実況とかやってたんですよ。まあ、初期で、もう2014年なんでね、ほんと黎明期の頃で、しかもニコ生の方でやってたんでね、当時は YouTube のライブ配信じゃなくて、ニコ生の方でやってたんで、その時にね、ちょっとね、ガルフレのプレイとかもやってたんですよね。生ステの枠内でやってたんですよね。っていうような感じで、やってたんですけど、まあ、今回もね、多分生ステの枠内っていう扱いになるんじゃないかな。っていう感じで、ジャントム配信、ちょっとできるように今準備をしています。まあ、ちょっとどうなるかわかりません。もしかしたらちょっと設定がうまいことできないまんま、ちょっと、おじゃんになってしまったら申し訳ないんですけど、一応やるような予定で今組んでます。まあ、ただ夜中、これね、ちょっとね、他の方の意見も聞きたいところなんですけど、夜中の3時、4時がどうなのかなっていうところで、まあ結構、VTuber さんとかだと、その時間に配信やってる方もいらっしゃるじゃないですか。だから多分若い子は、そういうのがあるよっていう前提でね、配信とかの設定も、スマホも多分、夜はね、音が鳴らない設定とか、そういうような感じにしてると思う、になってるのかなと思うんですけど、私も、自分がね、今の時間のサイクルになる前から、もともと英語の、情報とかね、を入れるのに、ニュースとかが、一応海外のね、ニュース、英文のね、ニュースも飛んでくるような、通知が来るんで、そうすると海外って時差があるかにあいで、特にうちの場合だと中東系のところとね、ヨーロッパとアメリカ大陸とね、通知が来るんで、まあ、とか、Facebook とかも海外の方が多いんでね、そうするとね、必然的にね、通知が、こう24時間ね、ずーっと来るんで、うるさくてたまらないんで、夜中はね、通知がね、切れるようにしてたのを、まあ今はね、交代制なんで、昼間にもね、なられると思いっきり寝てる時だよっていうことがあるんで、そうすると、なかなか設定難しいんで、もうサイレントにしてね、音は鳴らないようにして、アラームみたいな音は鳴らないようにしてとかってやってるんで、まあなんでね、LINE の、報告気づくのが遅れてるのは、それとかが原因なんですけど、ちょっとね、そういった事情とかあったりするけど、そのあととかが、もしかしたら、うちら世代って聞いてみたら、普通に働いてる人はわざわざそんなことになることもないし、っていうんで、別に設定がしてないんで、結構ね、前に一時期、夜中の1時とかにね、ちょっとアップロードを臨時でかけたりしてみたことがあったんですけど、の時かな？朝の5時にかけた時だったかな？まあちょっとね、やはり、そんな時間に通知の音が鳴るのがちょっと困るっていうようなね、意見もあったんでね、そっかそっか、設定とかそういうのしない人、まあうちらの世代だとそういうの、スマホのね、そういった設定とかもよくわかるっていう人も多いですからね。そのあたりがね、どうかなってことで、夜中の3、4時にあんまやらん方がいいのかなって、それでね、登録者が減ってもあれかなと思ったんですけど、まあでも、まあ、そんなこと言っとる量でもないかなというね。だからまあ400人超えたんでなりがたいんですけど、っていうところもあったりするんで、どうしようかなっていうことをね、考えてたらね、雨がえらい降ってきたんでね、さあ、どうしたか、もんから、しまった、夕飯買いそびれに行ってしまったと、今、絶望に、打ちひしがられているところでございます、という感じですね。まあ、緊張こんな感じですね。まあ、そんな感じで、ちょっとライブ放送とかも、というところで、ただね、まあ、ちょっとね、なかなかね、今、動画の配信自体がね、1日2本とか、これがね、なかなか、ハード、にね、なってますし、1日2本投稿って言っても、結局そのメインの動画は、ニコ動も上げてるんで、実質1日3本動画の設定をしてるっていうね、ところがあったりするね。結構ね、そのあたりとかもね、
なかなかタクトは、何度かこれなら安定して1日2本出せるだろうっていう、確信はまだ持ててない状況なんでね、もしかしたらちょっと、特にショーツの方がね、ちょっと上げきれないくて、もしかしたら、合わせて1本、合計1日1本はもう、これはね、全然余裕でできるんですよ。1日1本はできるんですけど、ちょっとね、2本だとなかなかね、大変だなっていうのがね、あったりするんで、ちょっとそのあたりとかもね、まあ、夏までから、にね、ちょっといろいろと目処をつけてね、やっていきたいなと思ってますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。ってことでね、あっちなみにね、ちゃんたまがね、ちょっとね、またログインとか、いろいろ設定をしとったらなんかまたミスったみたいで、また、そう、友達申請、送るとかって言って、話してた皆さんすいません。うちはネタで申し訳ないけど、送るよとかって言ってた人ね。すみません。ちょっと、なんかね、ログインの設定ね、ミスってね、なんかいろいろバチバチミスっとったら、なんかちょっとね、入れなくなっちゃったんで、またちょっと、入れるように再設定し直してから、もしかしたらちょっとアカウント作り直すかもしれないんで、ちょっとその時はそれでやりますので、どうぞよろしくお願いいたしますということでね、一応業務連絡も済ませてましたと、いうことでね、まあ一応こんな感じの読む、ね、まあ、ちょこちょこういった速報もね、入れてきないなと思って、ってますんでね、やっとね、ちょっと4つ目の方、ちょっとあれをぐちゃぐちゃになっとったんで、とりあえずね、今一旦さらちにしましたね。そういう感じでやっていきたいなと思っております。ということで、配信については、またやった方のがいいのかな。まあ、記事でまた出しときますけど、出たっけ、6月、6月ね、まあ、かなか。まだちょっと先か。そっか、先だからまだ上げてないのか。一応、6月の9日まではね、今までの通りの配信予定、6月の10日か、土曜日までは、今の配信通りなんですけど、とか、その16日の金曜日から、その、金曜日に4つ目の枠に設定してあったのをちょっとね、なくすような形で、やっていく予定です。というか、もうその予定でちょっとスケジュールももう組んでしまってますんでね。要はもう動画作ってるぞ。もう今7月分、今5月ね。今日 11? あ、じゃない。今日14か。今日ね、5月の14ですけど、今ね、ちょうど7月2日分のね、動画を作っているっていう状況なんでね。ちょっと先の予定をね、ちらっと言っておきます。また、直前になったら多分記事で入ると思いますんでね。そのあたりとかもちょっとこれ教えていただければと思います。ということでね。まあ一応今回は、雑談はね、これぐらいでね、締めさせていただきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。